今回は、お堀の防空壕、予防法、七不思議、扉の向こうに立っているはずなのに、という話を紹介します。ではどうぞ。子供の頃の、ある夏の話。僕の実家ってのが、戦時中は軍需工場のあったところで、何度か空襲に見舞われた町なんです。だから古い建物とかまるでなくて、のっぺりしてつまらないとこなんだけど、まあそういう、空襲の過去があったせいか、心霊スポットというか、出るって言われてるところが結構ありました。それで、うちのおばあちゃんとか本気で、S 君や、あそこには近づくな。って言うんですよ。でもそんなことを言われると、そこに行ってみたくなっちゃうんですよね。で、おばあちゃんが特に、行くな。って言ってたところが、昭和に再建されたお城のある公園で、あちこちに慰霊碑とか立ってて、夕方になると、確かにちょっと不気味でした。お城だからお堀があるんだけど、水はもう枯れてて、戦時中は、そのお堀に横穴を掘って、防空壕にしてたそうです。なんでもその中のどれかで、近くに焼夷弾が落ちて、避難した人は、いぶりこ、されたらしい。それとは別に、工場に借り出されてきた人を、リンチしてそこに埋めた、という話もありました。まあ、どこまで本当かわからないんだけど、おばあちゃんが言うには、その霊が出るって言うんです。親父なんかは、でまだ、ってまるで信じてなかったし、僕も聞き流してましたけど、で小学生の頃の話、7月も終盤の、ある夕暮れ、飼っていた、ジャーマン、シェパードの太郎を連れて、その公園に散歩に行きました。まあ通常の散歩コースだったんですけど、おばあちゃんの言うことをまるっきり、信じていなかったわけでもないけど、そのお堀の中って普段、背の高い雑草で覆われてたから、防空壕なんてあるのかどうかもわからないし、まあ寸止めのスリルを楽しんでた。という感じです。で、九段のお堀の近くに行くと、普段と雰囲気が違いました。雑草が刈り取られてるんです。それで、ちょっと探検しよう、と思って、お堀に降りてみることにしました。もともと、夕方頃には人がいなくなる公園の、真っ暗なお堀に降りるのはスリリングでした。でっかい犬と一緒だったから、そんなことができたんだと思うんですが、しばらくして、暗がりに目も慣れてきて、ジメジメしたお堀の中を歩き出すと、あちらこちらに、防空壕らしき穴がありました。意外に小さくて、入り口は板などを打ち付けて塞がれています。ドキドキしながら見て歩くうちに、一つ、入り口に何も打ち付けてない壕がありました。そこを覗き込もうとした時、突然雷が、びっくりしました。その後大降りの雨、夕立です。雷が鳴った途端、太郎がその壕に駆け込んで、力の強い犬なもんだから、僕も引っ張られ壕の中へ。太郎はすっかり、雷に怯えている様子でした。こういう時はテコでも動きません。外は土砂降りになってたし、なんとなく基地を見つけた気分で、雨が止むのを待っていたんです。壕は高さ1メートルくらい、奥行きは3メートルくらいのところで、支柱の木が腐って、半分くらい崩落していました。そのうち太郎が、何か気配を感じ取った様子で、奥をじっと見つめ始めました。で、僕も冒険心を起こして、崩落した先を覗き込むと、誰かいたんです。暗くて見えなかったけど、確かに。僕はパニックを起こして、気がつくと雨の中をずぶ濡れになって、家に向かって走っていました。後からついてくるだろう、とその時は思ったんですが、その日、太郎は帰ってきませんでした。翌日の昼間、公園に太郎を探しに行くと、お堀の中に、八つ咲きの太郎の死体がありました。親父は、こんな大きい犬がな、と首をひねっていましたが、不老者か野良犬の仕業だな、と僕に言いました。防空壕のことは叱られると思って、親には言いませんでしたが、姉に話したら、中にいたの、野良犬かモグラなんかじゃないって受け流されました。それから、同級生にこの話をしたら、S 君がたたりにあった、と噂が広がってしまいました。夏休みも終わりに近いある日、そこに冒険に行くから案内しろ、と近所のドキュン兄弟に呼ばれました。兄は中学生、弟は僕より一つ上の小学6年生、1年前に引っ越してきたのでした。逆らうと、何をするかわからない奴らなので、言うことを聞かざるを得ません。犬の形を取ってやるよ。とかなんとか、エアガンを構えて言ってましたが、以前、太郎めがけて、そのエアガンを撃ちまくったのは、誰なんだよ、と思いました。お堀のそばまで来ると、夏の雑草は生育が早く、すでにお堀は再び、雑草で覆い尽くされていました。話が違うじゃねえか。僕は二人に嘘つき呼ばわりされて、必死で説明をしました。前は草が刈ってあって、普通に降りていけたんだって、こいつらに目をつけられたらたまらない。奴らが名残惜しそうに、エアガンを撃っているうちに、弟の方がお堀の下に駆け込んでいきました。こうなると兄貴の方も、
降りないわけにはいかないんでしょう。続いて駆け降りて、場所を教えろ。と怒鳴ります。お前も来い。と言われましたけど、僕は上からおおよその位置を教えて、場所は教えたから帰る、と二人を置いて帰りました。ドキュン兄弟も嫌だったけど、もう二度と近寄りたくなかったから、その次の日の夜、ドキュン兄弟のお母さんが、うちの子が戻らないんだけど知らない?と尋ねてきました。深夜徘徊は常習的な兄弟だったので、一晩くらいは気に留めなかったんでしょうが、二日目になると、家で等を心配したようです。僕は、昨日の夕方までは公園で一緒だった、ということは教えました。でもお堀のことは黙っていました。正直、あ、奴ら、やられたな、と思っていたんです。そしてその数日後、お堀の草むらで、ドキュン弟の死体が見つかりました。ドキュン兄は行方不明のまま、弟の死体には、エアガンの弾の跡がいっぱいあった、という噂が流れ、ドキュン兄が、ドキュン弟を殺したのではないか、とか言われてました。そのうちドキュン兄弟の家族も、いつの間にか引っ越していき、僕も最初は、いろいろと聞かれましたけど、防空壕跡のことは、黙っているうちに、騒ぎは収まっていきました。以来、お堀のそばには、もう近づかないようにしていましたが、今回、帰省した折に、好奇心が湧いてきてしまい、見に行ってみたら、お堀は埋め立てられて、あの、防空壕跡があったとおぼしき箇所には、小さなお社が祀られていました。小学校の時の話。その頃、俺の周りでは血液型占いが流行っていて、よく血液型を聞かれた。そのうち、クラスの女の子が、クラス全員の血液型一覧表を作って、みんなに配った。AB 型は非常に少なく、俺と俺以外に二人、A と C の、男子三人だけだった。6月の初めくらいから、R っていう背の小さいやつが、学校を休み出した。何か薄気味悪いやつだし、どうでもよかったんだが、一月も来ないのを心配したのか、7月になって、学級委員の男女を見舞いに行かせた。次の日、学級委員の男に、どうだった?まだ生きてた?あいつ、って冗談っぽく聞いたら、そいつはなんか暗い籠城で、言葉を濁して去っていった。その次の日から、D が休み始めた。さらにその次の日から C も、D と C が休み始めてから、一週間経ったくらいに、学級委員の二人が、放課後話があるから残って、と言ってきた。なんだろうな、と思いつつ放課後、学級委員の女の子が、暗い籠城で言い出した。K 君、お願い、血をちょうだい。めちゃくちゃ驚いたが、二人は真面目な性格で、こんな冗談を言ったり、嘘で脅かそうとする奴らには思えなかったので、訳を聞いた。今月初めに、私たち R 君のお見舞いに行ったでしょう?二人の話によると R の家に行くと、おばあちゃんらしき人が応対して、R の部屋に通してもらったそうだ。R はベッドに入っていたけど、上半身だけ起こしてこっちを見た。二人は R を見て、めちゃくちゃ驚いた。女の子は、おばあちゃんがいなかったら、絶対悲鳴を上げて逃げただろうって。R の顔面は、ぐるぐる巻きの包帯で隠れてるんだって。目と鼻の穴と口のところだけ、穴が開いていて、あとは全部包帯。女の子はすっごい怖かったそうだ。R は久しぶりに、クラスの人間と会えたのが嬉しかったのか、すごく機嫌が良かったそうだ。おばあちゃんが部屋から出て行って、しばらくして、学級委員の女の子が、なんとか理由をつけて帰ろうとすると。まあ、待てよ。僕のこの包帯の下、気にならない?そう言うと R は、包帯を首の方から外していった。女の子は慌てて目を背けたが、学級委員の男は思わず見てしまい、吐きそうになったって、ケロイドっていうかなんていうか、ただれてどうしようもない感じだったらしい。口のあたりまでの包帯を外した後、また器用に元の状態に戻して、R は言った。あはは、ひどいだろう。でも心配しなくてもいいよ。直し方は知ってるんだ。もう怖さも限界に来て、学級委員の二人は帰ることにしたそうだ。その帰り際、R はこう言ったんだって。気をつけた方がいいよ、二人とも。この病気は、誰にでもかかる可能性があるんだ。せっかく来てくれたから、予防方法を教えてあげるよ。二人は思わず R を見る。R は、似た後笑いながら、同い年の AB 型の血を、一滴飲めば予防になるのさ。そんなの嘘に決まってるだろ。俺はそう言って、学級委員の二人の希望を突っぱねた。二人を教室に残し、ランドセルを持って帰ろうとして、ふと、気になって聞いた。なんで今日、その話をする気になったの?学級委員の男が答える。昨日 R から電話がかかってきてさ、D と C とお前のことを聞くんだよ。D と C と俺、血液型が AB 型の三人だ。それで、D と C がしばらく学校休んでるって言ったら、今日あたりに血を飲んだ方がいいぞ。
二人がいないなら、K に頼むしかないな。放課後呼び出したらどうだ？って、なんか脅されてる感じで、つい言われた通りに。普段より少し遅い帰り道は、心なしか人が少ない気がした。曲がり角を曲がって、人気のない細い道を歩いて、数秒後、人の走ってくる音に、思わず振り返ると、背の低い男が、金属バットを振り上げて突進してきた。顔にはフランケンのマスク。そいつは、俺めがけてバットを振り下ろす。避けたのか、こけたのかよくわからなかったけど、金属バットは俺には当たらなかった。したたかに道路を打ちつけた痛みでか、男は金属バットを落として、痛がりながら手を押さえている。俺はマスク越しに顔を殴ろうとしたが、やっぱりやめて、そいつの腹を思いっきり蹴っ飛ばした。手首の痛みで、無防備だった男の溝落ちに、キックはヒットした。倒れる男。俺は、そいつのマスクを取ろうかとも思ったが、やっぱりやめて、その場で思いついたことを言ってしまった。俺、AB 型って言ってたけど、あれ嘘、AB 少ないから注目浴びるかなと思って。本当は A 型、もちろん嘘800もいいとこ。本当は AB 型なんだが、俺は、とりあえず金属バットを拾うと、まだ立ち上がらない様子のフランケンマスクの男を放置して、家に向かった。途中の公園のゴミ箱に、金属バットは投げ入れておいた。その後数日は、また襲われるんじゃないかと、少しビクビクしながら登下校した。が、特に何もなかった。そして1学期最後の日、帰る間際に担任の先生が、少し暗い表情で、口を開いた。長期休んでる R だが、施設に入ることになった。クラスの誰もが驚いて先生に注目する。先生もよくわからんのだが、T に怪我をさせてしまったそうだ。T もその怪我がひどくて、転校することになった。二人も友達がいなくなるのは寂しいが、まあしょうがない。みんなも、夏休みは事故に気をつけるように。夏休み中に聞いた噂だと、寝込んでる T のところに見舞いだと言って、R がやってきて、隠してた包丁で、T をめった刺ししたそうだ。その後、T の血を舐めてたって話も聞いたが、どれもこれも噂なんで、真偽のほどはわからない。その時に R は、こんな意味不明のことを言ってたそうだ。笑顔で、これでやっと、僕の病気が治るんだ。七不思議、というものを知っているだろうか。理科室の人体模型が動くとか、とある場所の階段を、ある時刻に登ると一段増えているとか、音楽室のベートーベンの目が動くとか、言うならば、学校限定の怪談話みたいなものだ。それに関係する、恐ろしい体験をした覚えがあるので、この場を借りて話そうと思う。3年生の卒業が間近になった頃、俺の学校ではしばしば、奇妙な出来事が起こっていた。教室の机から一斉に物がなくなったり、生徒が何もない場所で大怪我をしたり、体育館の天井の骨組みをなす鉄パイプが落下したり、火事が起こったり、といったような具合だった。そういうことが起こるたびに教員らは、よく注意しなさい。というのだが、あまりに常識の範囲を超えたことばかりが、立て続けに起こるので、生徒の間では、変な噂が流れるようになっていた。その噂によると、昔からどこでもよく耳にする、七不思議、というものが、この学校にもあるというのだ。全くくだらない。初めはそう思っていた。しかし、ある事故が起こった時、俺は心の底から、七不思議に恐怖を覚えた。あろうことか、学校で、友人が事故で死んでしまったのだ。その事故が起こる前、彼は数人の仲間と一緒に、去年の末に廃棄が決まった、屋上のプール場で遊んでいた。あまり詳しいことはわからないが、彼らは、七不思議に興味を持って、手がかりを探していたそうだ。数日後、廃棄プールの中で彼は死んでいた。プールに溜まっていた水を、大量に飲み込んで、腹がパンパンに膨れ上がり、そこに生えていた苔や、汚物をも飲み込んで、腐乱しかけた状態で見つかった。あまりの出来事に、俺や仲間たちは、ただ唖然としていた。その友人は、運動神経が抜群だっただけではなく、行動力はあるが、決して無鉄砲な真似はしない、という賢さを備えたやつだった。そんな友人が、たかが廃棄プールに行ったくらいのことで、死んでしまった。あまりに馬鹿げてる。仮に不注意だったとしても、普通、プールに落ちただけで、死んでしまうものなのだろうか。運動神経のいい彼なら、なおさらそんなことはありえないはずだ。七不思議。彼が興味を持ったこの言葉こそ、彼の死の直接の原因かもしれない。そう思っていた。多分、俺だけではなく仲間の全員が、プールで何が起こったのか。程度は違えど、恐ろしい想像をしていたに違いないと思う。仲間の顔はみんな、ひどく青白くなっていた。それから数日後、仲間の間では、彼の死についての話題はタブーとなっていた。みんな、彼の葬式に出て、彼について、
気が変になるくらい散々尋ねられ、精神的に疲れ切っていた。仲間の中でも神経質だった K は、耐えられないところまで来ていたのか。教室に入ってくるなり、教卓と椅子を思い切り蹴り飛ばし、血走った目でギョロリとみんなを睨みつけ。もう嫌だ。と言い放ち、それっきり学校に来なくなった。仲間の誰もが、K のことを笑うことはできなかった。事故から2週間くらい経った、ある日の放課後、俺は教室にいた。夕方6時くらいだった。日はすっかり暮れてしまい、あたりは薄暗かった。そういえば、七不思議って結局何なんだ？なんとなくそんなことを考えていた。これまで大きな事件があったのは、机から物が大量になくなった2年生の教室、生徒が大怪我をした3階の廊下、鉄パイプが落ちてきた体育館、火事で全焼した1階の倉庫室、そして例の廃棄プールだった。5つか。もし七不思議が本当なら、残りの2つはどこで、何が起こるんだ。想像できるはずもなかった。大体、事故の場所や起こることの程度も、何もかもがデタラメだった。ふと俺は時計を見てみた。6時を過ぎたばかりだったが、周りはもう真っ暗だった。なぜか急に気味が悪くなった。先日の事故と、七不思議、という言葉が、頭から離れずにいたせいで、俺は周囲にとても敏感になっていた。教室はひどく不気味だった。この時間、いつもなら4、5人の生徒が残って、自習をしているはずなのだが、気がつけば誰一人としていない。きちんと整頓された机の列が、やけに怖かった。突然、ガラッと音がして黒板側の扉が開いた。心臓が止まりそうになるほどびっくりしたが、現れたのは旧友だった。旧友は俺の方をちらりとも見ることなく、スタスタとまっすぐ、窓際の机に向かい、横にかかった黒いカバンを取ると、すぐに教室を出て行ってしまった。なんだ、脅かすなよ。少し安心したが、なんか嫌な感じがした。今の旧友は、何かがおかしかった。どこか、様子が変というか、それ以前に、それがなんだか理解した俺は、あまりの恐怖で、歯がガチガチとなり始めていた。さっきの旧友が向かった机、そして、取っていった黒いカバン、どちらも、廃棄プールで死んだ、あの友人のものだった。教室を出ていくとき、彼はこちらを見て、笑っていたような気がした。気がおかしくなりそうだった。一刻も早く教室を出たかったが、もう一度、彼、と会ってしまったら、と思うと、足がすくんでしまった。ゆっくり深呼吸をして、手のひらに、人、という字を書いて飲み込み、もう一度深呼吸をした。時計を見ると、やはりまだ6時を過ぎたばかりだった。俺はなんとか教室を出ようと思った。簡単なことだ。彼、とさえ会わなければいいのだから。そう言い聞かせ、俺は教室を飛び出した。誰もいない各クラスの教室を横目に、廊下を走り抜け、階段を駆け下り、あっという間に、下駄箱の並ぶ出口にたどり着いた。そこで俺は硬直した。下駄箱のあたりに誰かがいた。しかも、よく見るとそいつの手には、さっきの黒いカバンがあった。もうたくさんだ。すると、そいつがこっちを振り向いた。K だった。もう嫌だ。と言葉を残し、学校に来なくなっていたやつだった。俺は、K？ と叫んで駆け寄っていた。ああ、お前か。意外にも K の様子は普通だった。手に持っていた黒いカバンを覗いては、俺は自分を抑えることができず、つい聞いてしまった。そのカバン、どうしたんだ？すると K は、まるで時間が止まったかのように、俺の目を見たまま、ピタリと動かなくなった。俺はゾッとした。K は、くくく、と笑い出し、そんなに知りたいか？と言った。俺は怖くなったので、俺もう帰るから。じゃあな、とだけ言って、急いで靴を履いて、そのまま K と別れた。早足で自宅に戻り、制服のまま布団に入って寝た。次の日、学校に行くと、何やらクラスがざわついていた。俺はすでに嫌な感じがしていた。まず教室に入ると、鼻をつく異臭に気づいた。なんとも形容しがたい、排水口かドブみたいな匂いだった。教室の後ろで、クラスメイトが集まっていた。そこは俺の席がある場所だった。見ると、俺の机の上が緑色に染まっていた。ドス黒い、気持ちの悪い緑色だった。なんだこれ。近づいてよく見ると、細かい粒々がびっしりと、敷き詰められているのが分かった。紛れもなくそれは苔だった。俺は吐き気がして、思わず口を押さえた。廃棄プールだ。確信はなかったが、ほぼ間違いなくこれは K の仕業だと思った。一体何のつもりでこんなことを。仲間に聞くと、やはりみんな俺と同じ考えだった。しかし肝心の K が教室にいない。仲間と一緒に、K を探しに廃棄プールに向かうと、屋上に続く階段のあたりの、立ち入り禁止、のプレートが、苔でぐちゃぐちゃに汚れていた。仲間と顔を見合わせ、扉に手をかけると鍵はかかっていなかった。扉を開け、一歩踏み出そうとした瞬間。キャー。
ものすごい叫び声がした。ケイだ。みんなで走って廃棄プールの中を見ると、そこには苔まみれのケイが、奇声を発しながら飛んだり跳ねたり、手を振り回したり、狂人のように暴れていた。ケイは昨日も持っていた、あの黒いカバンを乱暴に振り回していた。まるで何かを払いのけるかのように。俺たちはその光景を、ただ見ているしかなかった。その後、生徒に知らせを受けた教員がやってきて、ケイは押さえつけられ、そのまま連れて行かれた。あの光景の恐ろしさは、今でも目に焼き付いている。その後ケイがどうなったかは知らない。七不思議が、結局何だったのかもわからない。俺はあの後、両親に頼んで転校手続きを済ませてもらい、違う県の学校に転入した。そこでは何も変わったことはなかったが、今でも黒いカバンを見ると、あの時の放課後、教室に入ってきた不気味な旧友と、ケイの狂った表情を同時に思い出してしまう。深夜就寝中、当時、1K の部屋に住んでいた俺は、ベッドを窓際に置いていた。ベッドの頭の位置からは、キッチンの廊下越しに玄関が見える。その廊下と部屋を仕切る、すりガラスが真ん中についたドアが一つ。そんな部屋構成だった。どうしても、部屋を真っ暗にしてから出ないと、寝られない俺は、暗闇の中で、ふと自分の体が、動かなくなっていることに気づいた。やばいなぁ。金縛りかなぁ。霊に対する、いる、いない、という議論に、中立を守る俺は、結構冷静に自分の状態を分析していた。天井に向かって仰向けのまま、全身が動かなくなっている。意識はあるのだが、四肢すら動かすことができない。動かしたくても動かせないのは、長時間の正座で、足が痺れてしまうのに似ていた。それがずっと全身にわたって続く感じ。その金縛りの中、どうしようかなぁ。これから、などとのんきに考えていると、気づいたことが一つ。廊下のドアの外に、誰かがいる。じっと息をこ、して、ロングコートで、顔の見えない女が廊下に立っている。なぜか、扉の向こうに立っているはずなのに、容姿までがわかってしまっている。それに、どうして女性だと判断できたのか。そして、部屋の電気は消えているので、女どころか、自分の部屋の壁すら見えないはずだ。未だにわからないが、その時は瞬時にして理解していた。女が立っている。相変わらず体は動かない。女がドアの外にいることの恐怖感よりも、この状況に、変化が起きないことの方が怖かった。おそらく、あのすりガラスには、姿らしき影が映っているはずだ。微妙に揺れながら、こちらへ入ってこようとしているのか。それとも、別の意思か。変化の起きない状況に、自分の精神が圧迫され、心臓の鼓動が、ゆっくりと高まっていくのに気づく。荒い息遣い。その呼吸は、果たして自分のものか、女のものか。耳の内側に最大の音量で、迫ってきた自分の心臓の鼓動が、ピークに達した時、自分のベッドの上で、上半身を起こして目が覚めた。耳の中の鼓動が、徐々に小さくなっていく。呼吸が荒い。寝汗がひどい。全身がびっしょりだ。着替えたい。相変わらず暗闇だ。女の気配はない。この部屋には俺一人だ。夢か。声に出して言ったのは、そうであって欲しかったから、という希望と、現実に帰ってきたことを、実感したかったから。いつものように慣れた手で、蛍光灯の紐を引き、明かりをつける。すりガラスには何も映っていない。ほっとしている自分を感じながら、着ていた T シャツを脱ぎ、再び布団の中へと戻る。今度は夢と思っても、恐怖から部屋の明かりは消さず、そのまま寝ることに。消しておけばよかった。心地よい眠りとともにやってくる休息に、精神も和らぎかけた頃、ゆっくりと、しかし確実に寄ってくる。波、がじわじわと、俺の周りを囲むように、俺の周りの空気だけ、一瞬にして凝縮したかと思うと、一気に迫ってきた。再び撃とうとしてきた俺は、またしても金縛りにあったのだ。また夢なのか？叫びたいのに叫ぶこともできず、体をよじらせることすら、できないことに苛立ち、時間を置かずにパニックになっていく。すると、部屋の異常に突然気づいた。まただ、いる、顔を横に向けることができない。でも、いる、のはわかる。しかも、今度は、ドアがほんの少しだけ開いている。まずい、やばいよ。叫びたい。助けを呼びたい。必死になろうとすればするほど、体が動かない。精神は揺れているのに、客観的に見たら、全くの、せい。俺は動かない。部屋の中でも動くものはない。ただ、ドアが開いているだけだ。ほんの少し、涙が流れているのを感じた。鼻水も垂れている。よだれも流れているようだ。でも、声は出せない。そして、いるんだ。そこに、ドアの向こうに、
明かりをつけたから、今度はわかる。すりガラスの向こうで、ゆっくりと何かが揺れている。精神が膨張に増す膨張をし、破裂しそうになった時、目が覚めた。涙と鼻水とよだれで、ぐしゃぐしゃになった俺は、明かりのついた部屋を見る。ドアは開いていない。すりガラスにも何も映っていない。もう嫌だ、もう嫌だ。部屋を出て行こうとした時、自分の体に起きた異常に、精神が凍りつく、体が動かない。気づいたら、寝ていた。部屋にいた。明かりのついた部屋で、俺は寝ている。ドアの外にいる。女が、今度は、さっき開いていたドアが、さらに少し開いている。目が覚めた。ドアは開いていない。女もいない。それが何度も繰り返され、夢なのか現実なのか、区別もつかないまま。とうとうドアは全開になった。いる。もう見える。部屋の中に入らず、じっと俺のことを見ているように、立ち尽くしている女の姿が、くすんだオレンジ色のロングコート、目深に立てた襟のせいで、顔が見えない。なぜか女の全身は、まるで豪雨の中を歩いてきたかのように、びしょ濡れだ。廊下に水が滴っている。その水滴は玄関から続いているようだった。玄関の鍵はかかっている。なのに、どうして玄関から水滴が続いているのか、恐ろしい考えにたどり着く前に、目が覚めた。女はいない、ドアも閉まっている。でも、体がまだ動かない。気づいたら部屋だ。また俺は寝ている。女がいる。大声を上げたかった。でも声は出せない。恐ろしいことが起きていた。女が、ほんの少し、部屋の中に入ってきていて、立ち尽くしていたのだ。じっと動かない。垂れている水滴も、部屋の中まで来ている。覚悟した。おそらく、夢と現実を繰り返しながら、女は近寄ってくるのだろう。俺のそばまで、推測は当たり、徐々に女は近づいてきていた。動くのは体から垂れる水滴ばかり、手足も一切動かないのに、夢と現実を行き来しながら、女は近づいてくる。俺の精神は発狂寸前だった。目が覚めればドアは閉じていて、誰もいない。気がつけば、ドアは開いていて、女がいる。それの繰り返し。しかし、無限の繰り返しではなさそうだ。なぜなら、近づいてきているからだ。俺のそばに、そしてとうとう、女は俺のベッドのそばまで来ていた。俺を見下ろしているのだろうが、顔がよく見えない。呼吸をしているのか、すらわからない。俺の精神はその時、なぜか落ち着いていた。極限に迫った状態がなせる、精神の自己防衛本能だと思う。好きなようにしろよ。変に覚悟を決めていた俺は、何が起きても怖くなかった。さあ、せ、くらいの勢いだったと思う。女の顔は見えない。しかし、俺を見つめている気がする。滴る水滴。静かな衝撃が俺を襲った。今の状況が夢なのか現実なのか、判断できない俺にとって、もう、どうでもいい衝撃だった。目が覚めた。部屋の明かりは、消えて、いた。T シャツも、着て、いた。すべてが夢だったのか？体も動く。急いで上半身を起こした。全身に疲れが襲ってきた。大量の汗が吹き出す。状況を認識するまで、息を止めていた自分に気づき、むせ返しながら酸素を貪った。徐々に呼吸も落ち着いてくる。部屋の照明を、また、つけ、ドアを見る。やっぱり開いていない。夢だよ。夢、現実をたっぷりと味わうように、わざと大きめの声で言った。汗で濡れた T シャツを、再び、脱ぎ捨て、ベッドの下に放る。ベチャッという音とともに、床に張り付いた。深呼吸をして、さあ、寝るか、と心を安らかにして。うっふ。瞬時にして走る背筋の悪寒。誰だ？俺の頭の上で、くぐもった笑い方をするのは誰だ？天井を見上げた俺は、おそらく一生涯、忘れることのできない女の目と遭遇する。あのロングコートの女は、いたのだ。まだ、天井に膝を抱えた体勢で張り付き、俺をずっと見下ろしていたのだ。凍りついた。あ、すべてが、終わった。すべてが終わった。そう思ったとき、確かに女の口は耳端まで裂けた。笑ったのだ。そして、膝を抱えていた両手を広げ、全身を大の字に開いて、俺の上に落ちてきた。早朝、目覚めの時、冷えた空気が、窓の隙間から流れ込み、そろそろ、秋を迎えると感じさせる温度。降ってきた女に、精神が耐えきれず、気を失ったらしい。しかし、何も起きていなかったようだ。ドアは閉まっているし、照明も寝る前に消したままだ。汗で濡れた T シャツだけは、寝ている間に脱いだのだろう。床に放ってある。何が何だかわからない俺は、混乱しながらも今の時間を時計で確認し、ゆっくりと起こした上半身をひねりながら、異常がないことを確認する。たっぷりと2分は見回した後、安堵のため息をついた。何だったんだ、一体。
何もかもがわからないことだらけ。それでも、朝を迎えることができた。夢として、割り切った方がいいんだろうと、本能は伝えていた。そして、カラカラに乾いた喉を潤すため、ベッドの中から出ようと布団を掴んだ。その時だった。初めて、大声で叫んだ。なぜなら、布団の上に、両手両足を広げた形の、人型の、くぼみ、ができていたからだった。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。